マたがりは、行末以外の場所で、句、節、文など、統語上の単位を区切ること。マたがりは、行末で区切るエンドストッピングや、行の中間で休止する回数ラット対象をなす。英語のインジャンメントという語はフランス語のインジャンメント、からの自家の借用である。ウィリアム・シェイクスピアの、冬物語の次の部分はかなりマた、がりを使っている。行が変わるときに、意味がこぼれ。 読者の目は次の文を読むことを強いられる。それにより、読者をイライラさせることも、あるいは、死を切迫、または混乱の感覚を伴った思考の流れらしくすることもできる。シェイクスピアは、初期の作品では、エンド・ストッピングを使うことが多かったが、スタイルを発展させていくにつれ、熊たがりの割合が増加した。熊たがりは、次の行まで、その行の意図を遅らせ、 読者の期待を持て遊び、驚かすことも可能である。彼女の白き胸の上、輝く十字架に、でくまたがりし、ユダヤ人は切吻し、異教徒たちは崇拝したかもしれぬときて、読書に、なぜと思わせ、もう一度読み直すと、最初の行の胸が、男女の区別のない胸ではなく、その上にある十字架にもキスしたくなるほど、魅力的なおっぱいとわからせる。 ユーモア効果の技法である。熊タガりの達人、EE カミングスは一つの芸術様式として、熊タガり特等点を併用する。単価、俳句、川柳といった複数の定まった定型詞で使われる技法である。小池光は、文節の終わり特の切れ目が一致しないとき、これを熊タガりという、と定義している。斉藤三期の俳句は2句目から3句目にかけて、 塚本国夫の短歌は、諸句から2句目及び4句目から結句にかけて、くまた、ガリが用いられている。坂野信彦は、表現構造に即応した三分的な読み方も、なされるが、音数形式によって、強引に表現を割ってゆくのが立続として、典型的である、と論じている。特に、塚本国夫の技法は、田原魔事や穂村博といった歌人たちに影響を与え、 熊たがりは、交互単価に、不可欠な技法となった。ありがとうございます。